え皆さん、どうも、こんにちは。日本ホロソフィー協会で会長をさせていただいてます、長須賀伸之です。いつも聞いていただいてありがとうございます。えっ、ー、とですね、今日は何の話をさせていただこうかなというふうに思うんですけど、えっ、ー、と、よく、えー、好きとか嫌いみたいな、えっ、ー、と、二元論の話をよく伺うんですね。 あの人のこと好きとか、あの人のこと嫌いみたいな伺うんですけど、まあそれよりも大切なことというか、まあ正確な表現っていうのがあるんじゃないかなというふうに、えっと、思ったことがありましたので、ちょっと今日はそんな話をさせていただこうかなというふうに思います。っていうのもですね、えっと今朝うちの奥さんと喋っていてで、うちの奥さんがです、ね、友達がですね、その好きとか嫌い、 っていうふうな表現ではなくて、心地いいとか心地悪いっていう表現をしてるっていう話を聞いて、あ、これは僕もですね、非常にしっくりくるなというふうに思って、えっ、ー、と、話を伺ってたんですね。っていうのも、えっ、ー、と、うちに来る人でもよくおっしゃるんですけど、結構ですね、例えば、えー、ご主人の愚痴とか、えっ、ー、と、奥様の愚痴とか、 えっと、友達の愚痴とか、えー、彼氏とか彼女の愚痴っていうのをおっしゃる方おられて、で、もうそんなことして信じられないわとか、もう本当嫌いだわとか、えー、っと、もう考えられないとかっていうふうなことをおっしゃる方結構おられるんですよ。でそれを聞いてて、ふんふんっていうふうに思うんですけど、あとはですね、えー、っと、やっぱ、 テレビに出てる人のことに対しても、あの人のあれは本当はダメだよねとか考えられないよねとか、本当ああいうことはそういう人は嫌いだわとかっていう、えっ、ー、と、表現をよく聞くんですね。で、テレビに出てる人とかだったら全然いいと思うんですよ。あのアイドルのこと本当好きとか、あの、今めちゃくちゃ気に入ってるとかっていうのはすごいいいと思うんですけど、この、あの、身近な人に対して、えー、好き嫌いっていうのって、結構、 あの、表現として難しいなというふうにいつも思って聞いてるんですね。例えば、えっ、ー、と、そんなにですね、あの、ボロクソにですね、あの、おっしゃるんであれば、もう、別れたらいいじゃないですかとか、離れたらいいじゃないですかっていうふうに、えっ、ー、と、僕が言わせていただいたりとかすると、いや、そういうことじゃないみたいなことで、 おっしゃることが多くて、どういうことなんだろうなとかっていうふうに思うんですね。例えば職場の上司がもうすごい昔から嫌いとかっていうふうになって。でも、えっ、ー、と、職場、 じゃあ、やめるしかないですよねって話になったりとか、その上司にそういうの嫌って言えばいいじゃないですか。そういうとこ嫌いですって言えばいいじゃないですか。いや、でもそういうことじゃないみたいな。でこれって、なんか難しいな。好き嫌いで、人のことを言うって結構難しいなっていうふうに思ってで、自分の中でもですね、結構しっくりきてなかったんですね。なんですけど、 あの、そういうことを言うとか、そういうことをするのは、今の自分には心地がいいですとか、今の自分には心地が悪いですっていうのは、あ極めてなんか、あのー、なんか正解に近いというか、あの、すごいしっくりくる表現だなというふうに思いまして。例えば、えー、っと、なんか、特に身近な人ですよね。なんか子供さんとか、彼氏さんとか、彼女さんとか、まあ、友達とか、ご主人とか、えー、奥さんとか、 何かお父さんお母さんとかのことで100%嫌いな人ってなんかいる人いるんですかねだか僕はあのどっちかっていうとあんまり周りの人をあの嫌いになれないというかあの多分好きなことの方が多いというか,かもしかしたらそのこのように嫌いな人100%嫌いな人っていないかもしれないなんか好きより 基本的に好きで、なんかでもこういうとこは、確かにこの人のこういうとこはあんまり心地よくないっていうのはあるんですけど、とかっていうのはあるけど、100%嫌いってなかなかないなぁと、よっぽどのことがされない限りないなぁというふうに思うんですけど、今んところ、あの、そういう人はいないですね。なので、えっと、存在としてなんですけど、存在としては基本的に好きなんですけど、その人がやることとか、言動とか、あの、なすこと、 にで、えっと、部分的に心地悪いことがあるっていうことは山ほどあるなというふうに思いますので、あ、心地がいい悪いっていう表現は非常にしっくりくるなというふうに思うんですね。なので、<laughs> もし、えっ、ー、と、そういう表現をするんであれば、例えば、好き嫌いで言うと、もう嫌いだったらもう別れるとか、嫌いだったらもう完全に距離を取るとか、嫌いだったら、えっ、ー、と、もう全く連絡を取らないとかっていう風な感じなだったりとか、逆に好きだったら何をしてもいいじゃないかとか、好きだったら、なんか、あの、こんなことして当たり前でしょみたいな感じになりがちかもしれないんですけど、いや、心地いいから、えっ、ー、と、今は距離が近めとか、えっ、ー、と、いつもよりも距離が近くなる。 っていうのもあるだろうし、いや、心地が今は悪いから距離を取るっていうこともあって、ここってなんか0100の話とか白黒の話ではなくって、このグレーなところであって、これってあのすごい人間関係において大切だと思うんですね。で、この心地がいいから距離しかめとか、心地が悪いから距離を取るとかっていうのは、あの全然僕はあのありだと思うんです。 逆に言うと、あなたのこと嫌いですとか、あなたのこと好きですっていうふうに伝えるというよりは、えっと、あなたのそういうところは、えっと、今の僕では心地が、えっと、悪いですとか、あなたのそういうところ、今の私には心地いいですっていう表現で伝える方が、なんかより正確に伝わるんじゃないかなというふうに思いまして、なので、なんかついついですね、えっと、誰かのこと、 やることとか、誰かの言動とかに対して揺さぶられて、なんか好きとか嫌いとか、なんか考えられない、信じられないとかっていう話だったりとかすることって結構あるかなというふうに思うんですけど、それよりもですね、今の自分にとって、えー、っと、心地いい、心地悪いっていう表現って、あの、 より伝わりやすいんじゃないかなというふうに思いましたので、えっと、今日はこんな話をさせていただきました。やっぱり、えっと、僕ら、えー、動物ですし、生き物なので、環境の変化や体調の変化によって、なんか、あの、同じ言動を言われても、すごい心地いい時もあれば、同じ言動を言われても、心地悪い時ってあるんじゃないですか、誰でも。なので、えっと、なんか、 よくマニュアル本で言うと、なんかこういう風にすると喜ばれるよとか、こういう風にしたら、えっと、誰かに好かれるよとかっていうのをよく書いてますけど、そういうことっていうのって、もう、もう時間帯とか TPO とか品によって全然変わってくるという風に思うんですね。なので、それ、 に対して今自分はどういうふうに感じますよっていうのを正確に表現して言葉で相手に伝えるっていうのは僕はすごい大切だと思いますので、えっと、今日そんな話を伺ってあこれはすごい面白いなというふうに思ったので、えっと、今日はこんな話をさせていただきましたなので好き嫌いの2元ではなくて心地がいい心地が悪い っていう。まあ、これもある種人間かもしれないんですけど、よりグレーに近い表現。というか、今の自分にとってはそうだっていうふうに伝えるっていうとか、自分が表現するっていうのは大切だと思いましたので、えっ、ー、と、今日はこんな話をさせていただきました。えー、いつも聞いていただいてありがとうございます。えー、今日はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた。バイバーイ。